イツ監督とヘッドの休養が発表されるかしか興味がなくなってきました。10敗ではまだ足りないのかな。15敗でも居座られたらと思うと憂鬱です。与田監督と伊藤ヘッドコーチ時代の中日を、立浪に5位で終わるチームではないと言われたんだから伊藤も立浪にもっと言ってやれ。5位にすらなれない立浪によく言ってくれました伊藤さん。日替わりオーダーもそうです。選手を信頼していない証だと思う。時々このメンバーでやるしかないなどとコメントするが選手を見下している。監督としては失格だと思う。伊藤さんの経験に基づいています。それなりの説得力はあります。山井コーチ、大塚コーチは納得しているのでしょうか。そもそも論として伊藤さんが狙っているレベルと立浪監督の監督としてのレベルに差がありすぎると思うんや。大した考えなんてないと思うよ。この人にはそれで失敗から学ぶこともなくずるずる3年泣いてしまったんや。立浪監督さんはチャランポランなんです。打てないとすぐにスタメンから外れ、打てもできない2軍の選手を呼び寄せて1軍に起用し、マイナス3だったのがマイナス11まで悪くし、混乱が続いている。特に昨年の選手が好きで岡林、木下、石川、龍空と急遽呼び寄せてマイナス11にまでなりました。さらに今年の中田選手も2軍から呼び寄せ不調にもかかわらず起用しダメである。ゆえにマイナス11にまでなり再開が近い。やはりカリステ、田中、板山、福永、高橋山根、村松、山本、石橋、加藤ぐらいが妥当なスタメンだ。2点ぐらいは取れます。また中島、ロドリゲス選手も必要に関わり続けていた。さらに触らなくても良い投手コーチも変だが、打撃コーチのそのままも変だわ。これね、意図が見えるんだよ。立浪片岡ともに途中休養っていう構図がね、普通は監督休養でヘッドコーチが代行だけど、片岡には任せられないし、仲良しコンビ一緒にいなくなるだろうと。となると誰が代行やるかとなった時に荷が重いからヘッド経験者の打ち合いエッジを上げとけってことなんだろうね。まあ現状より期待持てそうだからそれでもいいけど、昨季は中村のりひろも1軍から2軍のコーチに左遷させられ、中村のりひろのネオの指導方法にも口出ししてたね。挙句の果てにはネオのポジションもコロコロ変えられてましたね。今季は打順もコロコロ、コーチもコロコロ、立浪監督の中島起用や中田スタメン起用で若手のチャンス殺し、選手もコーチも振り回されてやりにくいだろうね。どうしてこんなに采配や判断が荒め裏目に出てしまうのだろう。まさに逆神、そして落ち着きがない。立浪、高木森道、この2人は自分の知っている中日監督でワーストにトップだ。2人は内野手で安打製造機、井端が同じ道を歩んでしまわないか心配だ。与田監督のお前騒動から立浪政権になってからの中村コーチ配置転換、そして落合、大塚良コーチの配置転換。チームが弱い状態が続いてるのもファンとしては悲しく寂しいのに、そんなこと言ってる、している場合じゃないのに、こういうチームとしてどうなってるんだろうかという問題が起きちゃう。一旦フラットにしてくれないかな。とりあえず立浪は打撃指導する時も思いつきで、こうやってみろ、ああやってみろって言ってるのを見たことがあるけど、指導されてる方も監督は適当なこと言ってるなと思いながらやってるんだろうなと思う。最後まで戦い抜く姿勢なんて最初からあるわけないやん。それプラス立浪さん本人も自覚してるようにせっかち、わけもわからずノリさんを配置転換して最後まで窓際に追いやったことが全て。未だに理由がわからないって言ってたけど、せめて理由くらい言うでしょ。一番変えなきゃいけないのは立浪さん本人なんだけど、自分が悪いという自覚がない。だから選手の批判はたくさんするけど、自分のミスはめったに認めない。もう何の期待もしない。立浪監督となって片岡コーチがそばにいてつまらなくなった。でも球団としては弱くて観客が入るからああいうことなし、落合博満氏の時代のように勝って当たり前とは言わないが、勝ち試合を見たいと思うファンも多い。井上二軍監督になって片岡コーチ無能ぶりがあらわになった。ビシエドも年齢からから衰えは当然あるだろうが、立浪監督の指導を受けておかしくなったと思う。立浪監督の理論に合わない選手も当然いると思うのだが、結局中村のりひろ氏をせっかくコーチに呼んだのに喧嘩別れになったように想像できる。強い中日を見たい。お金がないのであれば球団保持も考えていいのではないか。今新聞はネットの普及で厳しいと思う。立浪監督を信頼するコーチもいなければ、立浪監督が信頼するコーチもいないってことではないかと思います。なんで今季続投になったのか不思議で仕方ありません。やはり中日新聞が諸悪の根源ではないかと思います。基本我慢が効かないからな。守りを意識すると言ったと思ったら外野に福永持って行ったり、特に中田をスタメンに組み込もうとするとそこ優先しすぎて他のポジションに支障が出るのを何度見たことか。もう3年目契約最終年の後半戦で借金チームが連敗、連勝、
連敗ではさすがに立浪監督守れない。オーナー含め球団は立浪監督効果でお客さん入って嬉しいだろうけど、さすがに勝てないと、候補的に井端、井上、落合コーチ、山本明あたりに来季は変わらないといけなくなった。個人的には直輪にしてもらいたいけど、伊藤氏、あなたが偉そうに言われる資格はないと考えます。中日与田監督時代、ヘッドコーチのくせにチームや選手のために何もせず、結果ドラゴンズを壊していった人が何を偉そうに言っているのですか？私は立浪監督を擁護するつもりは全くありません。例えば与田さんが根尾選手を育てるために、今は成績を辛抱して使い続けようと方針を立てて指揮を取っていた時に、根尾の成績ではダメだから、他の選手と入れ替えるべきだと他のコーチたちと包囲網を敷いて、短期間で与田監督の育成案を強引に潰しましたよね。与田さんは孤立して落ち込んでいたと聞いていますが、伊藤氏へ感謝を込めての言葉です。勝つために、選手を育てるために、最後まで戦い抜く姿勢を貫いていただきたかったですね。もうやることなすこと、ここまで賞の器ではない監督も珍しいが、そんな監督が3年も続けて指揮を取っていることが信じられない。数年前に選手からビジョンはあるのかと問われて答えに窮したフロントが、今に至るまでまるで改善されてないことに絶望する。ヒロカもそうなんだけど、なんで監督経験者が人事に文句つけるのかね。プロ野球だけでなく人事はトップの専権事項だからこそ、結果への責任を取らないといけない。部外者が口出すことじゃないよ。居酒屋の談義じゃあるまいし、それは責任を取れる人間しか公には口にはしていけないこと。立浪監督はとにかく我慢ができない。就任以来何人のコーチを配置転換したことか。しかも球団主導の人事ではなく、自分自身が招聘したコーチを立浪監督に助言できるのは星野監督しかいない。星野監督が生きていれば相談もできていただろうし、戦略も変わっていたと思う。3年目のオールスター休みでちょうど道半ばって言ってる通り、5年契約のちょうど真ん中、ここでコーチ人事のテコ入れなんざ当たり前。気に食わんやつは落とすに限る。結果を残さない若手やマイコーチには厳しいのだ。中日ヘッドコーチ時代を振り返り、監督とヘッドコーチがベンチで距離を置く姿は選手に見せたくなかった。それだけは避けていたと言ってほしかったですね。立浪もひどいが、与田時代のあんたらもひどかったよ。与田とは途中からまともにコミュニケーションが取れてなかったみたいだし、何より3年間もいてキャッチャーを誰一人として育てられなかった。これに尽きる。確かにドタバタではあるし、擁護するわけでもないけど、大野柳が今年は盲点でダメで、松木対高橋宏、梅津が代わりになりつつあって、その担当として落合英二ってのは話としてはわかる。ただ見た目の印象がすごく悪い。球団同様にまるでビジョンがなく迷走する立浪雄一郎が、この惨状をわかっているのか。今年も B クラスに沈んだら、監督人事を真剣に考えてほしい。金脈をなくすのが困るなら、フロントに匿名業務の球団資金調達係を新設して、立浪を就任させれば万事解決笑い。名将と言われる監督の三次政権の末期に似てるよな。桑田コーチを下に送ったり、ガチャガチャ動かしてたな。結局うまくいかなかった。さらにチーム状態は悪くなった。落合コーチが2軍にいる時は何とか頑張っていたけれど、彼が1軍に上がってきた途端、最下位か。そういえば、2年連続最下位の、昨年一昨年も、彼は1軍担当コーチだったな。落合英二コーチって、監督のイエスマンであり精神安定剤だからあげたんでしょ。大塚コーチは優秀だと思うわ。どこ行ってもやってけるから心配ないけど、もったいないよね。立浪監督の夏休み後の辞任が決まり、残り試合を誰に監督代行をさせるか。で、落合英二がやることになったから、とりあえず英二を1軍コーチにあげた。シーズン途中のコーチの配置転換はよその球団でもたまに見かけるし、今年も日ハムの新庄監督が言っている。別に立浪監督に限った行為でもないのに、なぜか批判されるのは立浪さんだけ。新庄さんのコーチ配置転換を批判している人は見たことない。なんか評論家やマスコミもイメージで立浪監督を叩いてないかな。一貫性のない監督未熟者ですから、名采配、謎判断は日常茶飯事です。チーム成績を考えれば監督は交代してほしいものです。行き当たりばったり采配は他チームの餌食です。選手が気の毒に思います。残念な立浪くん、今年もダメなら終わりだから、そんな余裕はない。立浪監督は必死なだけなので、そんなに責められない。終焉するときはこんな感じ、仕方がないと思う。毎年のようにコーチの配置替えをして、自分の責任をコーチに押し付けているのが明らか。責任は監督が取るもの。考え方がおかしい。立浪は自分大好き、他人を信じられないように、最初は頼もしい人が監督になったって思ったけど、ビッグマウスで本当に冷血な人だと思う。結局
ヘッドコーチをクビにするのが一番必要なのに、適当にお茶を濁すしかしない監督の指揮能力の低さが露呈しただけ。もう来年は完全に監督交代が見えてきましたね。本当は伊藤さんに中日監督をしてもらいたかったな。変なチャチャが入っちゃってヨガの下でやることになっちゃったけど、ほんともったいないことした。立浪はね、仕方ないの。もうあんなもんなのよ。呆れるの通り過ぎて諦めてる。ヤクルトに連勝しても嫌な予感していたが、やはり連敗しだしたか。いつもこのパターンだから借金は減らないし、逆に少しずつ借金が増えていく。伊藤氏が中日の監督でもありですね。伊藤氏は西武、ロッテじゃなくてもいいでしょ。 OB 以外の監督が中日には必要かもしれないですよ。よくわかるのは、立浪が監督のうちはこんなことの繰り返しですわ。3年経っても進歩も前進もなし、コーチも選手も振り回されてばかりで、順位なんて結局最下位が指定席、立浪休養の保険でしょ。和田、立浪、片岡の3枚。落合は韓国でもやっていたわけだから、異国なのにかなり信用されていたらしいね。立浪は選手だけではなくコーチ陣も個人的好き嫌いが激しすぎだね。フロントも何も言えないのか疑問に思いますね。何しろ早く監督の辞任を。立浪がどうしようと勝手ですよ。伊藤がとやかく言う話ではない。1年間固定してやる、やらないなんて監督が決めればいいだけの話。与田監督の時に試合中居眠りしてるヘッドコーチがよく言うわって感じです。3年間中日いて何もできないヘッドコーチだったですね。監督なんだから好きなようにすればいいやん。責任取るのも監督だし、伊藤さんのダダの意見にしとけば考え違うんだから、コーチ変更はいいような気がする。前半戦はバカの一つ覚えみたいに接戦の度に清水、松山、丸ばかり使って酷使したような。内部事情は分かりませんが、これだけは言えることがある。負けてる時のコーチ配置転換に良い印象はない。日替わりオーダー見ても分かる通り、とにかくいろいろといじりたい人。1年間いじれないなんて無理。それが立浪。以上、立浪の18番ですからね。コーチの配置転換とスタメンいじり、人を動かす前に自らやめてよ。ここまではちゃめちゃだと逆に気持ちいいですね。他の5球団にとっては格好のかもで歓迎されるでしょうね。とある名称が開幕前に立浪を問題外と評したことに比べればまだ優しい言い方。やることが結果すべて裏目というのは、チームとしての力もないのだろうし、監督としての力もないのだろうな。立浪は、わけわからん。配置外が多すぎる。伊藤さんと立浪との配置転換を、高卒で1年目からレギュラーで、下積み経験がなくスター選手になったんで、いろいろ勘違いしてるんやろうな。そういう伊藤さんも来年は、中日の心配などしてられない立場となり、いつの日々となりそうだったりして、伊藤ヘッド。にもならなかった人にはあれこれ言われたくないな。唯一の仕事は阿部にあだ名つけただけでしょう。どこの組織でも他人の評価って噂の種になりやすいから止めておいた方が、不協和音になりますから。